リビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアン・ホーリネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師をしております本間と申します。本日は歴代史第一21章18節から22章1節までの御言葉を読んで主の恵みを聞き取ってまいりましょう。歴代史第一21章18節から22章1節。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行ってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登って行った。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を留めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打刻機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシェケルで重さ600シェケルにあたるものをオルナンに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主が御使いに命じられたので御使いは剣を鞘に収めた。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。この歴代史第一の21章はイスラエル王国が栄えていく、そのような状況でおごり高ぶったダビデ王が人口を数えるということを強行して大きな罪を犯し、そして民7万人が倒れるという疫病の災いを招いた物語であります。しかしダビデの悔い改め、
そしてそれ以上に主が深い憐れみを持って災いを思い直されたことによって、ダビデにもまた新しい許しの道が備えられていくというストーリーです。18節にこのように書かれてあります。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行ってエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。主のために祭壇を築かなければならないと、そのように命令形で書かれてありますけれども、それは神様がダビデに祈りの道、礼拝への道を備えておられるということです。疫病という痛みが取り去られるということももちろん大きな祈りではありますけれども、しかし神様へとつながる道、祈りの道というものがもう一度立て上げられていくことが一番の恵みであります。神様との本当の意味での和解、それは交わりの回復です。ただ裁きを恐れないで歩むというところにとどまらず、神様に対するわだかまりなく神様と共に歩む道、それが礼拝の道であり祈りの道です。主はこの預言者ガドを通してエブス人オルナンが所有している麦打ち場の土地に祭壇を築くようにと命じられました。この言葉を聞いてダビデ王は早速出かけ、そしてオルナンにその場所を譲ってほしいと、そのような王の申し出に対してオルナンは代金を受け取らずに提供しますと、そのように言うのであります。しかしダビデは24節のように言っています。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そのように言ってダビデがオルナンから買い取った場所には祭壇が築かれ、生贄が捧げられました。そこに天からの火が下り、その捧げ物が確かに神に受け入れられたということが示されたのであります。ダビデたちは礼拝を捧げ、そしてその礼拝を主が喜んでお受けになったのであります。御使いによってイスラエル中にもたらされていた疫病の災いも収まり、この災いが取り去られて祈りも聞かれたのであります。このダビデが罪を犯し、そして大きな災いがもたらされ、しかし悔い改めのうちにエルサレムで主に対する犠牲が捧げられたというこの物語、これは実はやがてこの場所にエルサレム神殿が建てられるということの前のストーリーになっています。もともとはダビデの大きな罪から始まったことであるかもしれませんけれども、しかしその過ちは主の憐れみとダビデの悔い改めを経て、そこに主の神殿が立つという大きな主のご計画の実現、主の御業の実現へと結ばれていくのであります。神様との和解のために支払うべき代価、ダビデはその土地のふさわしい金額でその土地を買ったのでありましょう。
しかしその土地の代金そのものがダビデの罪をあがなうのにふさわしい金額であったかというと、決してそんなことではないはずであります。私たちも自分自身のあがないの代価というものを払うことはできません。とても払い切ることはできません。私たちが神様のために何かできた、できることなどないんですけれども、しかし何かできたと思えるようなことがあったとしても、それが私たちの罪を償う代価には全くなりません。それはただ御子イエス様の十字架のみです。御子イエス様の十字架という尊い代価が支払われたからこそ、私たちが神様と和解し、そして神様と交わる、つまり礼拝、祈りが受け入れられる、そのような今の恵みの中に入れられているのであります。ダビデは大きな罪を犯しましたけれども、しかしさまざまなところを経て、神様の憐れみによって、そこに本当にイスラエルの人々が神様に喜ばれる生贄を捧げる、そのような場所が作られていくということのスタートとなったのであります。私たちもさまざまな罪を犯し、過ちの中で打ちひしがれることもあるかもしれません。しかし深い悔い改めと主の憐れみにすがる中で、新しい主の御業がそこから始まっていくこともまた期待できるのであります。新約聖書にイエス様によって私たちの罪が贖われて主と和解したということがこのように記されています。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。御子イエス様の十字架という尊い代価が支払われて、私たちは今や清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせるためにと、そのような主の憐れみの中で主と共に生きる恵みが与えられています。その十字架を本当に思いつつ、また今日も歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。愛する天のお父様、私の中には私自身があなたの許しをいただくための何の捧げるものもありませんけれども、しかし御子イエス様の尊い十字架によってあなたの御前に進み出るものとされていることを本当に感謝します。その恵みを深く覚えて、なおへりくだり、あなたと共に歩み行かせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。